帰ってくれ。私はもうあんたらの言いなりにはならん。もう自分に恥じるようなことはしたくないんだ。悪事に加担する気はない。帰れ。そうおっしゃらずに何とか。何度頭を下げられても私の答えは変わらん。二度と姿を見せるな。お言葉ですが、あなたは拒否できないはずです。脅しには乗らんぞ。いいか、人は神ではない。貴様らがやろうとしているのは神への冒涜だ。そう言わずにお願いします。私の包茎手術をしてください。断る。なんでですか。貴様らは巨乳を争いにしか使わんじゃないか。いや、逆に使い方が分かんないですよ。巨乳は兵器だ。戦争の道具だ。貴様らにはその自覚がない。それありませんよ。もうたくさんなんだ。私の作り出した巨乳で人々がいがみ合う姿を見るの。なんでそうなるんですか。巨乳は憎しみしか生まん。はい、言ってること分かんねえこいつのよ。巨乳は憎しみしか生まないと言っているんだ。はい。そしてその憎しみは連鎖し、やがて世界を覆い尽くす。ちょっとよく分からないんですけども。光があるから影がある。それと同じだよ。巨乳なんてものが存在するから貧乳という表現が生まれたんだ。仮に今君が巨乳を手にしてみろ。それを見た貧乳はどう思う。私もそうなりたいと願うだろう。そしてその子はどうなる。そう、巨乳になる。そしてその手にしたてほやほやの巨乳を見た別の貧乳はどう思う。私もそうなりたいと願うだろう。そしてその子はどうなる。そう、巨乳になる。こうして巨乳は連鎖を繰り返すんだ。これが巨乳の螺旋だよ。全く理解できねえわ。何なんだろうこれ。その先に待っているものが何かわかるか。いえ。第二次巨乳大戦だよ。何なんですかそれ。しかも第二次って一回あったってことですか。第一次巨乳大戦の凄まじさを知らん世代は皆そう言う。すいません。挟まれたこともないんだろう。はい。巨乳に挟まれたこともないんだろう。はい。いいか、巨乳大戦に発展してしまえばもうそれは誰にも止めることはできん。あの根本晴美でさえも。知りませんよ根本晴美の凄さは。だから誰かがこの巨乳の螺旋を断ち切らなければならない。その誰かに私はなるつもりだ。いいか、肝に銘じておけ。今こそ人類が巨乳を捨て去る時なのだ。だから私はあの日非巨乳三原則を掲げた。何すかその比較三原則みたいな。揉まない、作らない、揉ませない。くだらねえ。第一次巨乳大戦の生産さを知らん世代は皆そういう。すいません。ボンバーされたこともないんだろう。はい。往復でボンバーされたこともないんだろう。もうそれないですけど、とにかくもうお願いしますよ。何度も言わせるな。わしはもうとっくに巨乳の螺旋降りたに。何なんですかそれ。さっきからどうしてもと言うのなら他で頼めばいいだろう。なぜ私にこだわる。安いからです。ここが春のプルルンキャンペーン中だからか。そうです、安いからです。それにね、私の友達がここでやってもらったって言ってましたよ。やめろやめろ、その話はやめろ。あれは仕方がなかったんだ。私を巨乳にしないと他でもう他いもう他行きますよって言われて。いや、そりゃそうでしょ。やってくれないんだったら。それにね、そんなに嫌だったらこの整形外科閉めたらいいじゃないですか。そうだな、なぜ私はここを閉めなかったんだろう。並びになぜ私は春のプルルンキャンペーンをやってるんだ。心のどこかで待っていたのかもしれんな、君のような人間が来るの。そらそれじゃ商売なんですから。一つ聞かせてくれ。はい。巨乳になってどうするつもりだ。まあ夫を喜ばせたいだけです。なんという純朴な。君なら巨乳を正しい方向に使うかもしれんな。よく分かんないけど認められたってことはないこれ、ね、いや、それだけではない、はい、巨乳革命軍の先頭に立ち旗を振るう存在になるかもしれん。何ですかそれ。旗を挟み込み、はい、プルプルプル。旗を挟んで私が目が覚めたよ。どうやら私は長い間巨乳に挟まれて何も見ていなかったようだ。
しかし今の君の言葉でその深い深い巨乳から抜け出せた気分だよ。何言ってるんすか。これが本当の呼吸ってやつか。そう、君の言う通りだ。この地球を一つの巨乳とした場合、我々人間など乳首に過ぎん。いや、私何も言ってないですよ。で、乳首結構大事ですよね。そのおっぱいと乳首の。引き受けようじゃないか。長かったわ。ただしこれだけは忘れるな、はい、巨乳は使い手次第で善にも悪にもなる。ちょっとよくわかんないな。ま、でも、はいはいはい、大丈夫だ、心配するな、はい、君ならきっと大丈夫、はい、巨乳は暴走してもうまくコントロールしながら使いこなせるだ。暴走、巨乳は暴走する。暴走、巨乳自身がやがて意思を持つようになる。気持ち悪いそれ。あ、そうなんですか。しかし君の強靭な意思なら吸収されることはない、はい、そうだ、はい、恐ろしいぞ、巨乳が意思を持つと、はい、それは乳輪となって現れる。乳輪、どんどんそれは膨らんでいき本体を覆い尽くす。乳輪、しかし君なら大丈夫だ、はい、吸収されることはない、はい、保証するよ、はい、なぜ保証できるかって、そう、それは君の目がある人物にそっくりだからだ。その人物とは、そう、フーミンだ。細川文江ですか。フーミンはこう言っていたよ。好き好きスー、好き好きスースー、好きスー、キスしてスー、好きスーとな。それ歌ですよね、それね。なんかデビューシングルかなんかテクノポップみたいなやつです、なんかね。こうしてる暇はないぞ、はい、座りたまえ。あ、ありがとうございます。私の全身全霊をかけて君を巨乳にしようじゃないか、はい、よろしくお願いします。なるほど、はい、なるほど、はい、この数式でいくと、いける。何なんですかこれ。何がいけるんですか。いけるぞ。なんか乳首みたいなポンポンポンってやってましたけど。久しぶりだ、こんな気持ち久しぶりだよ。本当ですか。君を必ず最高の巨乳にしようじゃないか。よろしくお願いします。よし、で、どれぐらいの巨乳にするかね。そうですね、可能姉妹くらい。バカ野郎、それは爆乳だろう。いいか、爆乳が暴走すればもうそれは誰にも制御することはできん。あの浅岡幸次さんです。いや知りませんよ。大きいですけど、そういう目線で見てないですから。瀬川栄子さんです。いや確かに大きいんですけど、その目線で見てないですって。なるほど、しかし君なら爆乳すらも使いこなせるかもしれない。やってくれるんですよね。これでどうかな。やりすぎだろ。